Hello? Hello? Can you hear me? Can you see me? Hello everyone! Welcome to Harunatsu Channel! 皆さん、ようこそプレミアムライブショーへ。今日はですね、皆さんに私の父がドローンで撮影した香川県の空撮の桜の映像を皆さんと一緒に楽しみたいと思います。今日はプレミアムライブなので、私と一緒にチャットができたり、ライブ感覚でたくさんお話できればなっていうふうに思ってます。質問や感想とたくさんコメントしてくれると私もとっても嬉しいです。一緒にライブを楽しみましょう。それでは Let's get started。香川県三豊市にある不動の滝です。高さ50メートルの絶壁を岩に当たりながらもまっすぐに落ちる不動の滝。絶壁の滝にその周りを彩る桜、スピーチレス。轟音とともに落ちてくる水しぶきは圧巻です。皆さん、わかりますか？滝の中に小さな虹が出ていますね。とっても美しい景色です。滝を背景に、春には桜、秋には紅葉を楽しむことができます。この不動の滝は香川県三豊市で一番広い都市公園カントリーパークの中にあります。園内には不動の滝に加えパターゴルフ場、遊具がある芝生広場などがあります。春は桜、秋は紅葉など四季を感じることができるおすすめの公園となっています。桜の本数は500本、入場料は無料です。しばらく桜の映像をお楽しみください。
香川県三豊市にある朝日山森林公園の桜です。朝日山森林公園は朝日山の山頂部にある公園で、町の人々の労働奉仕で作り上げた個性豊かな森林公園です。朝はモーニング、日はサン、山はマウンテン。朝日山は朝日を一番先に受ける山であることから朝日山と呼ばれています。山頂には神社があり、神社の鳥居と桜、そして眼下に広がる田園の風景は見どころいっぱいです。桜の本数は2000本。入場料は無料です。それでは朝日を受けて光り輝く朝日山森林公園の映像をどうぞご覧ください。
香川県高松市にある高松城、別名玉母城です。高松城は玉母城とも呼ばれ、1590年に瀬戸内海に面して建てられたお城です。日本では数少ない水辺に立つ城で、海から直接引く海水の堀が特徴的です。生駒氏が54年間支配した後、徳川将軍家の親戚である松平氏に領地が与えられ、江戸時代の残りの期間、この地域を支配しました。高松城の天守閣は明治時代に破壊されましたが、将来的には再建される予定です。その第一歩として2013年に天守閣の基礎部分の修復工事が完了しました。現在城内の公園には城当時の建物はほとんど残っていませんが、堀や塀の他には朝日門と2つの櫓、牛と櫓、月見櫓が残っています。城壁の内側には手入れの行き届いた庭園が広がっています。今皆さんに見ていただいているのは香川県高松市内の映像です。香川県は日本で最も面積の小さい県です。どのぐらい小さいかというと、日本の国土面積のわずか 0.5%、 日本一大きな北海道には香川県が44個も入ってしまう計算になります。人口は約97万人、そのうちおよそ42万人が暮らしているのが皆さんに見ていただいている高松市です。北側には瀬戸内海に面した中心市街地が発展し、南側には讃岐山脈へと続くのどかな田園風景が広がっています。
春夏ライブいかがでしたか？いつもの動画とは違う感じで皆さんと一緒に話すことができたり、皆さんの感想をライブで見ることができて、私自身とっても有意義な時間でした。本当に30分間お付き合いいただきありがとうございます。最後まで見ていただきありがとうございました。皆さんとってもとっても楽しかったです。それではまた会える日まで。 See you on the next video or live. Bye bye.